何っていうとね、4日間、5日間インドネシア、はい、あの送り出しのあれで、わーい、かっこいいですね。組合だ。来てくれたの。私の名前はアチェギパンと申します。ちょっとね、最下位だな。腕立てこれだけ見るとあなた勝てないよ。まあ、やったさ、あ、なんだ、うん、もうこれで4人ぐらいだったら絞れるのがちょっと大きいになるから、期待とかあるとか。これはもう本当に目に焼き付いてるわ。ほわっほわっでしょ、よかったですね。おお疲れ様です。じゃあお前らも参加してくれ。まあ、ここから今日はね、視聴者の皆さん、なんか突然ちょっと申し訳ないですけど、動画も最近上がってないし、何っていうのに、4日間、5日間俺ベトナムじゃなくてインドネシア、はい、あの送り出しのあれで行っとって、まあ、写真は結構あるから。松田君なんでしょ。松田君、あ、うん、あ、そこ関係。松田君がお世話になってる親方が、あの自主性入れて、ものすごいね。シーケ食べたあとの顔みたいな。どういうか。もしかしたら聞いて、松崎スイカの種かお前。どういうこと。ちょっとよくわかんないです。大丈夫だなお前。で、松崎の紹介で、松崎の親方っていうかさ、今お世話になってる人は自主性入れたいからって。しかもそれをなんかインドネシア人がやりたいって言って、めちゃくちゃ良かったよ。ありがとうございます。売り出しますのまないんだ。でもジャカルタのはやっぱり。じゃあワールドはいい？うん。日本語上手ですね。ね。はい。日本語上手ね。日本行ったことあるんですか？そうです。あ、あるんだ。たまたま自主催したことある。ああ。辻さんも初めてですね。6000キロあったもんね、ここまで俺。飛行機ならマップずっと見とったけど。8時間、8時間。8時間かかりますね。4年前は直行便名古屋からあります。ああ。コロナの前ね。あ、そうなんですか。間に直行便なくなった結構あります。こっちもコロナあった？絶対ひどい。こっちもコロナあったって。買うんですか？写真だけ？可愛いから。夜って夜中の2時に。もうだいぶ朝だよね。うん、多分土日はまた多い。ああそうか、賑やかだな。おばちゃんです。やってるじゃないですか。やってるじゃないですか。あ、いいや、いいや、でも、これ、ね、いや、そんな大阪っぽくないよ。海っぽい、海っぽい。ワンピース。200。これルピア。200円。200円、これ。これ。これか。わーい、かっこいいですね。これか。また違う色。これいいよ。どれがいい？か。か。あー、これ。これ。あー、そうそうそう。これがいい。これ。これで行くの？タワー行けるの？あー。
すごいいろいろあるね。これこれはな何ナッシゴレンとかじゃなくて、あよろしくお願いします。どうぞ。いよいよもうあめお願いします。頭低い。あ、これ日本語が全部書いてあるんだ。すげえ。24日、20日、あ14日。おあ、ちょっと待って。おぉ。こんにちは。レイ、よろしくお願いします。すごい元気いいな。お願いします。高崎、説明します。おぉ。社長さんがレイさんです。社長さんがまだ。あ、こうやってやっとるんですね。組合だ。あ、彼来てくれたの。日本語わかる？結構わかりますか？あ、結構勉強も教えておる。ね、勉強してます。紹介してね。こっちはあの先生ですね。あ、日本語の先生。あ、日本語の先生。こっちもあの管理あの生徒管理。生徒管理。あ、よろしい。日本語喋れる？え、喋れます。もともと実践でした。あ、いた。いいな、みんな人口大きそうな。そうです。ここはちょっと建物は小さいので2階だけ、こっちは最初は事務所とだけです。すごいいい子たちに集まってくるね。あの自動車整備で行かないのって言ったら、コビがいいらしいです。誰ですか？住所整備の免許を持ってるのに。免許っていうか、まあ卒業してるんですよ。これ10年とか5年とかで書いてあるんですか？あ、日本で働きたいのを今聞き取ったんですよ。うん、何年働きたいですか？できるだけやっぱり長く働いてくれる子の方がいいので、うん、くれる子がいいね。まあできるだけ長く働きたい子を優先して選びたいかなと思ってますよね。なるほど。あら、大変だぞ、トビは。でも今回の会社さんは戸建てで1日2軒3軒回るんじゃなくて、こう工場とか、ああ、じゃあちょっと楽か。中とかなんで、残業少ないな。残業少ない。はい、私の会社じゃないよ。私これ会社、私関係ない。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。私の名前はアチェンイパムと申します。アチと呼ばれています。年は29歳です。日本へ行く目的は新しい経験を求めて日本人の働き方と日本の文化を学びたいです。インドネシアへ帰ってからうちを建てたいです。
どうぞよろしくお願いします。今日は面接の機会をいただきまして誠にありがとうございます。体重は52キログラムです。身長は167センチメートルです。こんばんは。決めまして。私の名前は小浜淳丹ファラスと申します。ファラスと呼ばれています。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。はじめまして。お、いくよ。私の名前はアルディ・スティアナブリと申します。アルディと呼ばれています。これからも一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。おー、アピールすごい。どうです。エリート。はじめまして。私の名前はリーキー・マルティンと申します。リーキーと呼ばれています。年齢は23歳です。インドネシアのインドルマイト・イウマチから来ました。私の名前はダンリアル・ピョトレス。日本へ行く目的は日本人の仕事姿を学びたいです。そしてお金を貯金したいです。一生懸命頑張ります。はじめまして。私の名前はイクバルロリアンです。お金を貯金したいです。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。私の名前はシディプアルマナです。インドネシアのマンポンカラマスター。趣味はサカオスルボトです。日本へ行く目的はお金を貯金しながら働きたいです。はい、ありがとうございました。どうしましょうか、社長。運動の様子とか見ていただきました？はい、見ました。質問か何かあれば質問しておきます。そうですね、社長から質問を実習生に。何番気になるとか、はい、まず半分に絞りますよ、じゃあ。そうですね、わかんない。社長からちょっと何か質問して、ね、はい、ちょっと僕が一人ずつちょっと質問しましょうか、逆に。はい、見てもらって、まあ、雰囲気とか性格がね。じゃあ1番からいこうか。年齢は1番上で、腕立ては1番だった。数学テストも2番、童貞の2番で、日本語テストも2番。結婚してますか？いいよ、こっちテレビ、あ、こっち見ていい。結婚してる。はい。どんな奥さんですか？アパレットエクステンギーマネージャーちゃんと。どんな奥さん？どんな奥さん？マネージャーはそこでちゃんとちゃんと。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 とび職、なんてやりたいことだったら。はい。なんかやっぱり。いろいろあるでしょ。新しい経験をするしたいです。新しい経験、はい、でもお金だろ。お金を貯金したいです。お金を貯金したいです。お金を貯金しながら働きたいです。はい、じゃあちょっと2番いこうか。ちょっとこれぐらいの質問でさーっといきますん で日本語テストは75点で、あ、1問とか日本語頑張って失敗する。あと日本語テスト1番ね。結婚は何か、はい、リラックスリラックス。感想を聞こう。奥さん、怖い？はい、頼んでいいすぎ。うん、怖くないです。奥さん、お金うるさい？たくわん、おいしいかも。してかも？うん、怖くない。大丈夫？大丈夫？子供は？あなたにはあれば2人。はい、じゃあ3番腕立ては1番だね。20歳若いで、日本語テスト55点は最下位じゃん。日本語難しい？そしたら3番難しい。日本語難しい。女の気持ちは、女の気持ちは簡単。もう学びました。これは無理だ無理だ。難しい。いや、簡単です。簡単。そうは大丈夫？大丈夫だ。4番これが本当にさっき一番元気だったことだね。そうですね。数学でも1番、まあ、日本語テスト60点で、まあ、4位ぐらいかな。ただちょっと腹筋、スプリント、腕立て、運動弱い。運動、あら、なんかその漫画暑い。あ、暑いよね。僕は、でも、僕もちょっと僕おすすめかな。そうですね。こういうことを、ちょっと僕は思うのは、ちょっと頭悪いものが、
いいんですよ。変になんかフェイスブックとか使われて知恵ばっかつけてぐつぐつうるさくなるより、これ真面目にそうかな、わかんないけど、はい、ここ僕ちょっと見た感じで良さがそうだなと思って。23歳、はい、でもあれか、そんな中華運動は、まあ、普通だな、真ん中へんだな、数学も真ん中、日本語も真ん中か。あなたはどんな人ですか？足って何だ普通だな。あなたのいいとこ、なんですか？いい。これで何かもあった。でさ、新しい環境になりやすいです。あ、新しい環境？はい。日本は、日本人、嫌な人ばっかだよ。日本人嫌な人ばっかだよ。インドネシアは私、必要思ったわ。みんないい人。日本人、いい人いない。はい、7番、ちょっとね、最下位だな。腕立て、数学も最下位だな。日本語テストも最下位だな。一番ダメ。あなた、ここで浮かぶアピールポイントありますか？うん、これだけ見るとあなた勝てないよ。顔で言うと相手勝負なんだ。アピール。やったさ、あなた。アピールないの？アピールないです。アピールなくてお前スコアも悪かった。お前ギターだよ、ギター。あ、ギター、ギターが重々で、もしギターがあったら、うん、ギターギター。で最後、腕立て腹筋、まあ、腕立てを40回、まあまああんまり良くないな。で日本語は良くない。あ、一番どうやろ、日本語難しい。最後は難しい。日本社長もっと難しいよ。大丈夫？大丈夫？いつも怒るよ。大丈夫？トワロトワ、大丈夫？数学が4か。じゃあ頭いい？ピッタリだ。ピッタリ。頭いい？頭いい？どうですか？社長、気になるところあるのか？もうこれで4人ぐらいだったら絞れるのか、ちょっとここ気になるから聞きたいとこあるのか。1番、2番、4番、5番です。あ、もう決めちゃっていいですか？はい。あ、ちょっと質問とか、まだもうちょっとこの子聞きたいのはない。1、2、4、5。はい。4人、まず残ってください。はい。1、2、4、5、トムドルですね。やはり、トムドルは、トムドルは、はい。ありがとうございました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 。はい、頑張りますよ。頑張ってください。頑張ってね。あ、ちょっと待って。もうちょっとじゃあ社長からどんどん質問してもらえますか？もう全員取りに。普段家でどんな過ごし方をしていますか？バランカヤバッティメンパ。今やることは運転手さんになります。運転免許持ってますか？こんにゃすいな。こんにゃ、はい、持てます。免許。ポイント高い。ポイント高い。そうですね。来年切り替え将来できると思うんです。ああ、なるほど。免許あるのは？来年切り替え時間かかりますけど。ああ、はい。4番は免許がないけど運転ができます。ダメだお前。ああ、インドネシア。そうです。インドネシア1ヶ月ぐらいで飛ばして、それで3ヶ月。じゃあ日本も無免許で運転できますか？あの、リバンキャラクター、いや、ビサに出てた。はい、できます。キューちゃんねえ、お子さんのお手伝いはあ、お子さんの仕事です。あ、お子さんの仕事、はい、お子さんのだけじゃないの？お子さん、お手だけでしょ、奥さんの。立って、このちょっとやってもらおう。今から練習の雰囲気。3番。ああ。おお。はい。
雰囲気出してもらって。おお。どうですか、こんなもんで。いや、逆にもう絶対この子決まりとか、この子をちょっともう外すかなっていうのがあるか。難しいですよね。難しいですよ、これは。難しいって。でもどこいいから。2番決まり。あ、2番決まり。2番かな。じゃあまず2番1見てさせていいですか。2番がいいかな。はい、おめでとう。はい、2番。ありがとうございます。よし、じゃあちょっと5番決まろう。はい、4番、5番、1番あるのか。じゃあ行きます。行きます。ありがとう。アウト。ソーリー。ありがとう。ありがとうね。頑張ってね。頑張ってください。年とかあれで見るとスペック的に何年残りたいってやつありましたよね、日本みたいなやつ。はい、まあ、参考になるかどうか分かるんですけど、どうせまた変わると思うんで、はい、一応4番は10年、5番は5年。インドネシア、体触る大丈夫ですか。大丈夫それをなんかインドネシア人がやりたいって言ってめちゃくちゃ良かったよ。インドネシアの人めっちゃ優しいし、ベトナムとかやっぱさ、一緒に行ったことないのか。今のベトナム一回行きましたね。なんか買ってとか手紙言っても飲み屋とか、なんかあわゆくばなんか金引っ張ろうみたいなやついっぱいおるじゃん。今日イスラム教徒だから、毎日5回お祈りするとかだけども、まあ町のことがあんまりやってないんだけど、でも毎日絶対、でも祈る前には絶対体の中で綺麗にしと、シャワー浴びて、飲み屋の女とかも朝は絶対だけどシャワー浴びて、例えば12時もう時間決まってるのに、1日5回ね、だけど毎日1回はするっていう。だからやっぱ真面目だよな、人が。なんかそういうのもいない、なんかぼったくってこようとすると。ベトナムって今も人材が取れないのか、送り出しとか組合で行ったら、そう、何十万人って来たわけでしょ。でも富永がやりたいやつは特にいないっていうけど、まあこうインドネシアはめちゃくちゃ集まるし、でこのコーヒーっていうのはこれすごいコーヒーな、これ猫に食べさせて、これな、猫に一回コーヒー飲んだら、まあ1週間に1回ぐらいしか食べれんのかな、なんか死んじゃうだろう、その病気になっちゃうので、でそれのうんこが取れるやつを、まあ洗っとると思うんだけど、あ、書いてあるで、ジャコ猫コーヒーって書いてあるでしょ。でそれ自分で畑作っとるって言って、その送り出しの人かな。コーヒー好きな人は分かるじゃん。あ、聞いたことない。聞いたことない。コーヒー好きって言ってなかった。はい、これ1個あげるでしょ。あ、これで5杯分ぐらいやってる。あ、入れたらネットみたいなの入れて、まあってやるか、もう沈殿させてその上だけ飲んでもいいって言うと、はい、インドネシアに行ったら多分紙とかないから手に入るじゃん。そうそう、紙ないで思い出した。俺とデパートを連れてもらってさ、ちょうどさ、わかる、もう大体想像がつく。なんとなく。ちょうど普通の日本人向けのところが紙とか置いてあるんだって。はい。水洗なんだ。
いや、俺もうめっちゃうんこしたみたいな。吸った後にバーンって取られてブーってうんこしてさ、でパッと見たら髪見えんだろ。はい。流すとこもないんだって。俺まあまあ芸でなんか本当にもうこんなことこんな四つ目だからバーンってなって、どうしようみたいな。パッと見たら水道とバケツと、この希釈みたいなやつが置いてあるんだって。はい。これでやるってことだよ。ケツどうやって拭くのかなと思って。手で水だろうな、もう。自分の手で洗うってことですか？そうそう。え、そういうことですか？うわーっと言ってる。でも、洗うしかないよね。その下痢のケツを。手でやってるんですか？うわーっと寝ました。ぶわーっと言ってる。これでそうやってやるんだよ。すごいな。俺も最初、パニックじゃん。カニがない時に日本であるじゃん。はい、まあ、あの状態だと思ったから。そうそう、あ、そうそう、ゴルフ場でもそのうんこした紙がなくて、トイレットペーパーの機械あんだけど。はい。で、出られけ、あの、空港とか出られけトイレットペーパーあるから、それだったら、カラカラカーって、パンって、みたいな。やばーと思って、ゴルフ場のトイレで、クラブハウスだって、トイレが何個もかなと思ったんで、でもズボンも履きたくないじゃん、パンツ作って。下を押したまま、こう外覗いて、さーってとかに入って、空港ちょっとだよな。やばい。結構悪いし、ちゅう。だけどね、まあこれ、送り出しの半分、あ、実習生の営業みたいなんだけど、インドネシアはいいと思うよ、これ。うん、ベトナムはやっぱ英語喋るんじゃん。インドネシアは結構英語喋れるから、片言でなんか、はい、ソプソプとか、わかるじゃん。ちょっと伸びてくると思うけどな。で、ベトナムがやっぱ鈴木さんも言っとったりとか。あ、ダンスの話したん、それは。あ、それから動画撮り始めたんだ。ちゃんとディスコ行ったんだって。じゃあ、なんか女の子俺見せる。最初の夜行ったんか。だから見なくしかないから、鈴木さんなら組合のね、うちのボスが、まあ、写真が何個かあるから、動画もあると思うので出てくると思うけど、だいぶきちんとした人だろう、俺と。ディスコ行ったら、ゴリ言い出してる。いや、私もちょっと、だって。あ、じゃ京都も来たんだけど、東京しょっちゅうなんか、もう日帰りでディスコ行ったり、日帰りとか、まあ夜から行って遊んで、朝帰ってくとか、日帰りもディスコ行ったしかもあんまりまだ早い時間だから盛り上がってないよ。誰も踊ってるんだね。あの人だけも踊ってないんだよ。ちょっと。うまいだろ。これはもう本当に目に焼き付いてるわ。わーって、わーって、しかも、よかったですね。全然あの鈴木さんだよ、あの鈴木さんが社長来てください、カメラなんとなのやばいやろマジだマジだぞ、衝撃だったよ、なんか社長私本当にこの通りだったみたいな言ってるかもカメラカメラ DJ お前こんな感じやばすげえよ、もうすごい。すげえよ、あの人。俺も好きになっちゃったもんな。俺もうちも組合で今度、何人いたってかな、150人か200人ぐらいいたかな、この国だし。で、実習生が今なくなるんでしょ。特定技能かなんかって、なんか一部のなんか制度がいろいろ変わってくるでしょ。また新しいのができるでしょ。なんかはい。だからうちもチャンスだから。はい、ちょっとじゃあね、まあ、送り出し。っていうか、組合か。実習生。まあ、入れてるところも入れてないところも、一回ね、その、あ、これちょっと企画しようって言って、送り出しの人たちとやってるんだけど、なんか企画して、もうお金も払って、例えば、10万円、あと10万円、ツアーみたいなの組まして、まず向こう見る。もういきなり面接入れてくださいとかじゃなくて、ツアーみたいなの組んで、例えばいろんな社長と社長の友達とかで来て、20社、30社集まって、まあ、半分遊び、半分視察のツアー組んで、まあ、それちょっと俺らもお手伝いできる。俺らもいいじゃん。で、インドネシアってこれからだから、うちも集めれる、そことね。俺、そいつの、その社長ともこっちで飯も食っとる。はい、以上になります。本日の動画はちょっと、要は、ジュリアル東京の話でしたが、みんな、クレイジーもやってますんで、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。すいません。せーの。また見てね。